まあ、魅力というと、そうだね、人とのもてなしですな。そこに、心を通じてもてなす、これがお茶の一番の元ですから。そうすると、まあ、心が通じるといろんなことが分かるし、それから相手の、まあ、なんていう人格とかね、そういうものもよく分かりますわね。利休の 妹向こうが久田家だから、まあ女の手前がよそにはないんですよね。でうちは女手前があるんですよ。まあそんだけがちょっと特徴で、から羽を使うとかね、うん、まあ特徴なので優しいですね、あの手前がね。まあ心と心の通じ合うということが一番の茶道のもとですから、なので何て言うのかな、人との付き合いとかそういうもんもちょっと茶道をやると変わってきますわね。で約束には必ず、まあ、間違いなく約束を守るということなんかはね。